国の利用日、吉子十11月26日は、日本の皇族、茅の宮国の利用の日、第五忠政公爵の長女で、旧名は五醐子。千八1892年11月26日、国の宮家の国の利用と結婚。1899年5月23日には、実家の第五公爵家で、相続トラブルによる殺人事件が発生した。 火曜偶日となって、以降も京都御所の西に京を構え、シゾらと共に生活した。日露戦争後には、自ら夏用帽子を制作し、傷病兵に送った。1909年12月8日、国の利用と死別。1923年9月1日、山品宮武彦王の日となり、第一子を解任していた、次女、佐き女王と共に、 神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜別邸で生涯をしていた、際、関東大震災に被災する。吉子コは、次女やジーと共に、先子女王を守ろうと覆いかぶさったが、吉子コの身が負傷しながらも生き残った。吉子コは、瀕死のジをねぎらい、国家の損失であると声をかけると、ジは感謝しつつ絶命した。竹飛行が、震災発生後2時間後に駆けつけ、非 サ子女王の意外に対面した際、胎児だけでも助からない家事に加問したが、その可能性はなく、吉子妃は落類して悲しんだ。負傷した吉子妃は、サ子女王の意外と共に、鎌倉御用邸内のテントに移り、看護を受けた。1938年頃より、老衰のため静養していたところ、1941年11月24日に、王と、お官、 発熱等により、急性腎無腎炎と診断される。11月26日午前5時に、異出血により、渋滞となり、同日午前6時30分、清井町の海洋宮家偶所で公居した。12月3日に、創上の儀が、豊島岡墓地で執り行われた後、翌12月4日に、墓所の儀が、潜入寺で執り行われた。ありがとうございます。